こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていない、だけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースティブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。今回はですね、前代未聞の流出、流出って言っていいのかどうか分かんないですけれども、個人情報とかがものすごい出てきてしまったので、そのお話をちょっとさせていただきたいなと思ってます。何から流出したんでしょう。トレロっていうね、ウェブサービスなんですけれども、タスク管理のウェブサービスなんですね。こういうふうにカードっていうもの、ではね、本題に入る前に一つだけ神尾 TV からの超重要なお知らせがあります。今ですね、 YouTube では言えないコロナのお話とかね、コロナに関連するいろんな裏情報っていうのもちょっと YouTube 言えなくなってしまいましたので、やばすぎる裏話は別の SNS で今現在やっております。その YouTube で削除されてしまった動画もこちらの SNS で復活させております。こちらメルマガでのみ、動画見る方をお知らせしております。YouTube では、ね、ちょっともうコロナに関してとかいろんなやばい裏情報がこれ以上言えなくなってしまいましたので、見逃さないためにもまだの方はぜひ神尾旅行メルマガに登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてね、その削除された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容となっております。特に女性の方で見ていただきたい内容となってますので、ぜひ登録しておいていただければと思います。ちょっと面倒くさいんですけども、 YouTube の規約でですね、この YouTube ではちょっとリンクをお知らせできないという決まりになってますので、お手数をおかけしますが、メルマガの方登録しておいていただければと思います。はい。でですね、ちょうど一昨日の晩ぐらいからバズり出したんですよ。ほうほうほう。ある、掲示板で、5チャンネルなんですけども、掲示板でこんなやばいサイト見つけたと、個人情報が見れまくるサイト見つけたっていうふうに投稿ありまして、で投稿した瞬間にですね、みんながそれに飛びついてやってみたら本当に見れちゃうと。どういうものが見えたかっていうとですね、例えば就活生の個人情報、顔写真とか本名、住所、電話番号とかね、パスワード、クレジットカードのパスワードとか、そういうものが見れちゃったということですね。でテレロっていうのはどういうものかと言いますと、プロジェクト管理ツールなんですよ。こういうふうに一個一個何々する何々すると書いていってですね、トゥードゥを書いていって、次にやってることを書いていく、でできたことを書いていくというような感じで、アジャイル管理ツールの簡素版と言われてます。アジャイル管理って言ったらですね、もういろんなソフトウェアを作るときに、途中でいろんなこと言われるわけじゃないですか。もうここはこうして、ここはこうしてって、で今までやったら作ってからもう一回戻って作り直すっていうやり方やったらもう対応できないんで、アジャイル管理ツールっていうのはもう客先がですね、その工程でいろいろ突っ込んで言ってこれるっていうものだったんです。でトレロはですね、これをみんなが見れるんですよ、そのプロジェクトに関連してる人たち、じゃあどこまで進んでるよっていうのが分かりやすい、そして、ここにコメントとかいいねとかつけれたりとかするんで、それがこれでいいのか、進めてる方もこれでいいのか分かるしっていうような感じで、すごく人気のウェブサービスなんですね。プロジェクトをチームで管理できると。そうです。例えばうちらでやるとしたら、七藤さんその台本ここも入れておいてとか、そうその話はちょっとあかんわとか、そういうこと、編集どこまで進んでますかとか、ゆいちゃんここボケてとか、コメントをかけるってことね。そういうことです。で、これがですね、ゼロ本体は全く何も悪いことないんですよ。ゼロから流出してしまったわけじゃない、漏洩したわけじゃないんですね、今回は。ただそのゼロで公開設定っていうのがありまして、なぜか公開にしちゃってる人が結構いたということなんですよ。でゼロのデフォルトでは非公開なんです。ここね、非公開設定、非公開になってるんですけれども、大体、で公開にしたら Google を含むこの検索に引っかかってきますよというふうに書いてるのに、公開になぜかしちゃってる人が多いと。多分チームの中での公開っていう意味やと思って公開にするんですけど、警告文出るんですよ、これやったらサイト、Google 検索とか引っかかるようになりますよっていうふうに出るんですけれども、担当者が分かってなくて、公開にしちゃって、で Google 翻訳で誰でも世界中からアクセスできる状態になってるっていうことが分かってしまった。それが Twitter のトレンドにも入ってバズってしまったということですね。これ結構皆さんも気をつけないとダメなんですけど、最近特に多いんですけど、みんな文章読んでないですか、もう、感覚で、公開やからチーム公開と思って、その下の文章も出てきたらあれも読んでないから、ちょっと気をつけないとね、僕らも
勘違いしてねこんなことになってしまう可能性もありますからね。そうなんですよ、これ全部勘違いですからね。もうずっとインターネット関連のビジネスやってるか分かりますけども、うん、ほんまに今の人は読まないですよ。うん、読まない、うん、読まない。いやまあそう短かったら読みますけど、うん、アップルとかでね利用契約とか出てくるじゃないですか、うん、あんなブワー、まあ、あれは読まないでしょ。読まへん読まへん、うん、まあ、僕らのライム読んでないしね。読んでるよ一言一句読んでるよ、うん、あのスタンプを返そうかどうかすごく迷ってる、まあ、それは置いといてですね、うん、まあ、会社のねパスワードとかも流出してしまったわけですよ、これで。で一部ではですね運転免許証とかね、うん、もう個人情報でもうこういう感じでね、まあ、ちょっとここは隠しますけれども個人のやつなんで、うん、こういうふうに誰かが書いたタスク、うん、全部見れるんですよ。おで例えば開けてみましょう。こういうとこにですねカード、うん、カードのメモにカードの例えばパスワードとかログイン ID とかそういうものを入れてる人たちが結構いたわけですね。で企業担当者さんも知らなかったみたいでですね、うん、サイトトレード .com 採用管理とかいうふうに入れますとドゥワーって出てくるんですよね。いろんな公開しちゃってる企業の採用管理が、その中でですねさっきも言いましたけれども就活生の顔写真や、うん、もう住所とか年齢とかもう全部出ちゃってると。評価とかも評価も評価はですねもう結構ひどいもので、うん、まあ、ここはまあ一例ですけれども、まあ、不採用とか不採用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 って出てるんですよね、うん、で何を喋ってるかわからなかったとか、うん、熱意をあまり感じなかったとか結構ひどいこと言われてるやつが結構ありますね。それは本人が悪いんでしょうけど、まあ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 、でもここのトゥエロに公開設定にしてそんなことを載せてる人事担当者が悪いですけどねそれはまた別問題です、ね、まあまあ別問題だけどでこういう感じで、うん、この ID パスワードとか全部こういうふうに銀行のね、暗証番号でも全部入れちゃってる人もいるということですね。トレロがものすごく便利なサービスなんで、パソコンからもスマホからも見れたりするから、見れる一元管理もできたりするかな、そうそうということなんですよね、うん、なんででもまさかそれが Google で世界中からアクセス可能とは思ってないわけですよ本人は、うんうん、でちょっと一例言いますと、うん、社内パスワード、企業の顧客情報とか、うん、まあ、就活生の情報、クレジットカード情報、YouTube とかのアカウントのパスワードね。うん、で、銀行口座とか住所とかも開示してる人たちもいますし、うん、はい、片思いしてる女医の電話番号や生年月日を勝手に晒しまくってるメンヘラストーカー医学部男。うんうん、あと、まあそういう水商売系の個人情報、うん、晒してるわけじゃないですけどね、このメモして管理してたつもりなんでしょうけど、はいはいはい、この人はあいつはボトル入れてくれとか、そうそういうことね、うん、こいつはケチとか、うん、そういうことね、うんうん、でパスポートを出してしまってるところとか、うん、免許証画像ですね、免許証画像もただの文字のデータとかじゃなくてですね、こういう感じで、ああもうそれ写真ごとね、写真ごとの生データで載ってるってことですね、うん、で例えばですねコロナのワクチンの治験者のデータであったりとか、その治験の受けた時にその健康診断書とかを提出しないといけなかったみたいで、うん、健康診断のその紙もらったデータでその写真がもうそのまま掲載されてたりとかっていうことです。他にも本当にいっぱいあります。さかなクンのマネージャーのスケジュール表とか、さかなクンのマネージャーもこれ使って交換したんだよね。いやこれね、さかなクンのマネージャーじゃ、あの晒してしまった人はさかなクンのマネージャーじゃないみたいなんですけども、うん、あのさかなクンの結果的にさかなクンのマネージャーのスケジュール表が、うん、バレちゃったんや、うん、あとまあこのパパ活の工程表とかも、工程表か、うん、なんちゃったこれで管理してる人がいたんでしょうね、このパパとこうとかね、うん、あと厚労省の副大臣の講演会のパーティー券の乱暴どうとか、うん、そういう情報も、もういろんな人がこれ使ってたんですよね。ものすごい便利で人気のあるツールですから、いろんな人が使ってたんですよね。あの VTuber のさくらみこさんのネタ帳とかも、あ、ネタ帳も公開されてたらしいですね、うん、で防衛省の発注先の会社の内部情報、あ、これ、まあ、発注先の会社の内部情報ですけどね、防衛省と関係あるもんですから、うん、これ国防の話になってくるよってことですよね、はいはい、
ていうかこんなザルでいいのに非公開設定の話ですからね、うん、言ったらで今はね結構もうねなんかどっかからの力が働いてるんやと思いますけれどもさすがに、うん、このトゥエロ作ってんのはちなみにオーストラリアの会社です、はい、アトラシアンっていう会社なんですけれども、うん、オーストラリアでいうとガーファぐらいですね力を持ってる5兆円規模の会社ですほうなんですごくそういう力は大きいと思うんですけれども消していってます、うん、消していっても、 もう全員が非公開設定に自分でしていったとは思えないんで今探してもあんまり出てこないですあ、うん、でもこういうふうに採用情報かな、うん、人事採用とかねなんかそういうやつも見れたりするんですよね、うん、でこのトゥエロ自体は消えても、うん、Google のインデックスでは全然消えてなかったりするんですよこれも Google 対応すると思うんですけれども例えば、まあ、キャッシュに残っているところだねそうですこのインデックスされてしまってて、うん、このこれ押しても見えれない、うん、見れないけどもここにはこれ電話番号年齢名前で LINE の ID まで、うん、で、まあ、今学生してますよとか勤務時場所とか出勤時間とかそういうことも全部出ちゃってると、うん、いうことねえげつなくないもうこれ最大の事故なんじゃないかというふうに言われてますでしかもねこれ今に始まったことじゃないんですそうですね今日流出というかこういうふうになったことじゃなくて例えばですねサービス付き高齢者向け住宅の入居者の情報がフルネームで公開されてて、うん、名前とともに病気の情報までも分かるっていうものが出てたらしいんですけども、はい、そこの担当者曰く3年間この状態でしたって言ってるんですよだからほとんどの人が今までもうフリーに見れる状態にしちゃってたとでも見れることも気づかれへんかったから甘くならなかったけど今回それが分かっちゃって大体できなかったんだねそうということね、うん、怖いねと思って、うん、これはお伝えしとかないといけないなと思いましたちなみにですねここねアドレスバーのとこに、うん、これ免許にしてますけれどもサイトトゥレロ .com、うんまあ、コロンですねここに点々って入れてます、うん、で、例えば自分の名前とかやるとこうあったら出てきますまあよかった僕は七不思議に対する思いを変えてるやつ今日もあの人が振り向いてくれなかったいや3回目があったとかゆいだけやといっぱいねゆいちゃんって多いんで出てきちゃいますねまあこれを置いといてまあ、こういうふうに自分の本名とか、うん、ローマ字でも検索してみたらいいと思います、はい、自分の情報が出てないかっていうのを調べてみたら、まあ、せめて情報が出てないかっていうのを調べてみた方がいいんじゃないかなと思いますね自分はこのソフトを使ってなくても例えば面接受けに行った企業とか使ってね、うん、そうもらえる可能性も全然ありますね面接受けさせてもらえなくても資料だけ出してって言われることあるじゃないですか、うん、あとじゃあちょっと運転免許証のコピーだけさせてくださいねって、うん、いろんなサービスでやられてトゥエロで管理してって公開にしてたらもうさらされてるわけですよ、ね、なるほどなるほどということで、まあ、名前で検索 して出てくるかどうか全然わかんないんですけれどもやらないよりマシじゃないかな、うん、ということですね、うん、でもね非公開にどんどんしていっていると思うんですけれども企業担当者さんもこういう事件が起こってますんでただ、まあ、魚拓も取られてますし、うん、ダークウェブでもすでに売られ始めてるようです。もう、うん、魚拓って何ですか？魚拓って一回ウェブ魚拓ってあるじゃないですか。ウェブに載ったやつをなんか残しとくサービス、うん。ああいうのでもう保存されてるみたいですね。まあコピーされてるというか。そうですね。ということで、うん、こういう情報化社会になってますから、うん、パスワードとかをこういうメモ帳とかで管理してる人はちょっと用心。した方がいいんじゃないかなと思いますね、まあ、個人情報クレジットカードとかもね、うん、だからウェブ、まあ、言うたらメモ帳の状態で何の暗号化もされずにスマホで見れるパソコンで見れるっていう状態っていうことは一回サーバー上がってるわけじゃないですか、うん、だからもしかしてどっかで事故があって流出した場合ですね自分の銀行口座も取引口座も株とかの、うん、全部軒並みやられてしまうよという可能性もあるわけですからまあ、そして今回このサイト運営者のは別に落ちてはなかったってことですけどたまにありますもんね。そうですね。なんかこのサーバーをアップしたことによって設定が変わってもうて公開になってもうたとかっていう事件起こってますからね、うんうん、そうですね。だからそこら辺も注意して今流行りのノートとかマイピアドレス一時表示されたりしてましたからね、うん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 、なんですよ、うん、
ということで、これから十分用心してですね、パスワード管理ソフトとかちょっと検討してみてもいいんじゃないかなというふうに思った次第でございます。うん、まあ、このサイトだけじゃなくて他のやつももしかしたら同じようなことになってるかもしれないんで、一応確認はしておいた方がいいですね。こういうので特に個人情報をいっぱい入れてる方とかはね、うん、ね、意外な落とし穴で今回みんな個人情報をさらされまくってるんで、うん、こういうの気をつけていきましょうという注意勧告になります。今回は、はい、これは誰かが公開にしたとかいうわけはないですか、裏で。うん、違うと思います。Cとかいう国がやったわけではない、うん、違うと思います。僕は自分の調べましたけれども、うん、トゥエルを使ってるんで、あ、使ってんねや、あんま更新してないですけど、ちゃんとやってないですけど、うん、やったら普通に非公開です。デフォルトは非公開なんですよ、何度も言いますけれども、うん、でわざわざ公開にしないと公開にならないんですけどね。確かに非公開って言うとなんかウェブで流ってないイメージパッてやりますよね。だからチームで公開するためには公開にしないとってみんな思ったのかもしれないですね。ちょっとこういう注意書きもよく読むようにしないとね、うん、何が起こるかわからないということで、はい、便利ですけど一回漏れたらもう消せないとかね、怖いということで、皆さんもちょっと注意してみてください。そしていろんなちょっと使っているのがあれば一度確認してみてください、うん。それでは今後もこの辺の話またやっていきたいと思います。そしてね、冒頭でも言いましたように YouTube で言えない話もいろいろまたこれとは別にありますので、そちら別の SNS でやっております。そちらの情報を送りさせていただくためにもまだの方はぜひメールの方を登録しておいてください。動画概要欄に貼っております。これからもこんな感じでね、緊急ニュースとかお伝えしますので、チャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明などを書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。直しのぎりコーナーまでやるの。いや、そんな今ピンチのトゥエルさんの応援ソングを作ってください。何やねん。時間ないんで5秒でいきます。5、4、3、2、1、トゥエルさんの応援ソングを作ってください。トゥエルは何も被害受けてないですよ。だからでも、まあ、今困ってるはずだったんですから、うん、おあ、困ってるかな。 困ってるんかな。大喜利の設定やからどうでもいいね、そんなとこ。トゥレロ。あ、いいやん、歌ってみよう。お、え、トゥレロ、トゥレロ。いや、ちょっともう完全に滑ってるからな、もう。焼けてたで。そうだ、怖かったのに。焼けてた。気になる。うん、気になる。うん、すごい高いところが始まる。トゥレロ、トゥレロ。気ぃつけな流出トゥレロ。あ、いらんかったわ、いらんかった。くそー。いやー、ぜんな。トゥレロ、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 トゥレロ。はい。頑張ってください。ダメですか？まだダメですか？いや、閉めてよ。いやいや、閉め、じゃあ俺が歌ってるから閉めて。トゥレロ、トゥレロ、トゥレロ、トゥレロ。ちょっと早く喋って。わかるかな、みんな、これが徹子の部屋っていうのが。今時の人は。閉めてよ。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ぽいぽい部屋っぽい。